第106回全国高校野球選手権道東京大会1回戦霧ヶ丘第3章ちはや1月28日新宿イコール5回コールドイコール8日神宮特集ページ各地方大会の速報組み合わせなど新宿が28点を奪う圧勝で2回戦へ駒を進めた初回に先制点を失うも2回裏に先頭の主将中川翔太捕手 3年の右前だから一挙6点。さらに3回裏には17点を奪い試合を決めた。中川主将は初回に先制されたことを切り出すと、先制されたが、自分たちの野球はここから。点を取られて持ちに足つけて攻撃して抵抗、ト撃を飛ばし、5の大量得点へつなげた。永井聖徳監督も、いつも通りの雰囲気が出せれば結果はともなってくると選手への信頼を見せた。 新宿は2年前の11月下旬に、米大リーグのマリナーズなどで活躍した一郎さんから2日間指導を受けた。その時教わった練習の一つとして、一郎さんの背番号にちなんだ、51ドリル、がある。目の前からトスされたボールを逆方向に強く打つメニュー。最初は難しく、右に擦るような打球が行ってしまうこともあった。51ドリルを、 やってからは右に強くライナーで返すのを習得した中川。この試合でもコンパクトにライナーを放つ打球が多くあり、51ドリルの成果が現れていた。一郎さんの禁言を胸に2回戦も大量得点を狙う。